はいどうもシュータです。信長の野望大使南宋里見スクールウォーズ第13回やってまいります。さあ前回ですね、織田城を取った、森山城も取った。さあここで一気に北条滅亡まで行ければいいなんて思ってるんですけど、まあ無理でございましょうね。絶対来る、奴らは笛を吹いてくる、試合終了間近というところでございます。吉頼よりじりじり前行け。吉高は府中城入れるか、府中城入れる。さあどうなるか。うんうんうん、府中に入っていく。いやちょっと待って、動きを封じよ。急にスピードが落ちてる。誰だ落としたの、おかしいな。また宇治康魔法使ったか。まさか進行スピードを落とす魔法を使ってくるとは誰得だ。進め義時様、大雪のようです。もう本当によく雪降るなこの時代、本当に氷河期。お、なんだ本願寺、あ、織田家の本願寺、ややこしいわ。嫌です、神前なんかいりません。敵同士ですよ皆さん、私に味方はおりませんから。報告いたします。表情を終える。イソップ豊作、いいのよこせよ豊作。城下町支援、まあ収入が増えるのはいいが、一番槍とかあるだろ、一番槍とかあるだろ。なんでそういうの出てこねえんだ。ここら辺とかどうなんだ、鷹の目、これダメだ。正鉄砲、鉄砲伝来は達成している。鉄砲配備が一人足りない。覚えさせるために塾とかもやった方がいいかもしれない。純粋足軽なんか、足軽動員一人しかいない、二人足りない。塾か、塾作るか。さあ1593年1月東京に仕えたい浪人、名乗りを上げております。さあ誰だ、菱川師宣だ。菱川師宣は絵師でございますね。生まれは阿波の出身でございます。現在の鋸南町、鋸南町の今日はのこぎりですね、のこぎり山の南あたりの町でしょうか。私そこまでちょっと記憶がそこまで記憶がございません。だから千葉県民がみんな言うのは、のこぎり山を南の方に越えていくと急に暑くなる、そんな風に言われております。あそこら辺竹岡ラーメンとかもですね、発祥の地でございまして、竹岡ラーメン美味しいんですよね。なんでしょうね、玉ねぎとあれラーメンの汁なんて、あれチャーシューの煮汁ですよね確か。それでもうまいから不思議でございます。菱川師宣代表作は見返り美人、何せこの萌え系の映画うまい。もう今の世に出たらもうすごいでしょうね、大人気ですよ。さあ登用いたします。菱川師宣能力見てまいります。士気向上、やっぱり家を見ると士気が向上。火災、獲得施策力が増える。地形偵察、地形偵察持ってるやついっぱいいるな、ここ事業外防御出てきます。はいいらっしゃい。さあそして証券進出、進出しまくるのだ。下佐がもういけるんではないか、これもしかして。ここは日立、日立、下佐、下佐2つ、これは進出だ。そして織田さんの織田証券、ここも進出しよう。さあそれでは見てまいりましょう。さあどうなるか、吉弘勇気城取り囲む、そして吉高府中城を囲む。強行に切り替えるか。特にこれ勇気城、これ何個来るんだ、砦であるかこれ、大丈夫だな。さあどうなるか。の、あ、朝廷か、びっくりしたな。朝廷、公家、空気読んでくれ公家。我々は官位はいらん、無官だ。勝手に関東官吏これから名乗るんだから、いらんのだ。下がれこのエボシマユウスメ、マユウスエボシ、ポケモンにいそうだな。ここで果てるわけに。さあ府中城落ちた、なんと3つ目いったぞ今回。やったぞ、宇治国来いよ宇治国。すごいここ人がいっぱい詰まってるけど、一人ぐらい来てくれたっていいんじゃねえのかこれ。ゼロってのはちょっと寂しいな。全員切ってやろうかじゃあ、もう一回全員スパーッと切ってやろうか。そしたらあれだろ、ちょっとそうやって
我々の脅迫にも屈するだろう。やめてやろう。片付けない。全開放じゃ。さあ次はどこ行くか。もう吉高君の進む道は石塚しかないんだけど、これしかしまずいな。もう南部と接してしまうかもしれないぞ。いや太田を取らなければ大丈夫か。まあ行軍開始。進め。さあ遊騎場が落ちるか。おい、落ちた。こんなもんか。4つ目。今回の快進撃ものすごいものがある。さあ今日は一回も行く行く言ってないぞ。行く行く言わないで。歴女の方々いっぱい集めちゃって、さあオフパコなんかも積極的にやっていくんだ。あのツイッターの DM 欄にですね、あの顔写真とあのおっぱいの画像ください。そんなこと言ってるから女性視聴者いまだに 1% 台なんだ。全然気にしないけども。いや気にしろって話だ。さあ義弘はどこに行くか。どこにも行けないぞこれ。いざ参る。祇園城先に入れたりするんではないか。進め。行っちゃいなよ。さあ止めながら見ていく。おっと北条家タオル投入だ。ちょっと今回遅かったんじゃないか。もう二度と攻めらんないんじゃないか北条。この感じ我々に戦争布告する前に滅んじゃうパターンかこれ。それはそれで困るんだけど、とどめさしたいんだが我ら。さあ内容見てまいろう。おヒョロでかい36000。いいですかこれ。宇治安くんこれ最後の我々にこれ賠償金になっちゃうかもしれないけど、最後の賠償金だと思っていただくよ。その選別ピピーシャー終了。今回はですね4つ取った順に言うと森山小田府中結城、この4つを我々攻め取った。ついに日立進出果たしております。さあ試合が終わればさっさと帰軍だ。待機する。結城城も下坂。そうかそうか、古賀御所がないんだなこのシナリオは。さあ一旦兵は戻すけども、実は敵は北条だけではないから、我ら北条だけ見てればいいというわけではない。すでに南部も接しているし、武田もいつ風向きを変えて我らの方に来るかわからない。特に警戒すべきは南部だ。なぜか、なんだこれは。織田家か、びっくりした。南部にいた松永久秀がいるかと思った。なんと松永久秀関東で暴れている。なんともはや恐ろしいことよ。あ、南部まで親善に来やがる。おいおいどうしたんだ。この大国ども我らにすり寄ろうとしてる。北条だけだ本当に我らと徹底抗戦してくれるのは。もういいっちゅうだから親善は。わざとやってんのかお前。脱ぷんだこの野郎。ノリで来るんじゃないよ。ノリで真面目に仕事した方がいいぞ。今だと思ってもうかぶせてきやがったんだあいつ。ちょっと佐野さん、おなに織田に喧嘩売ってんだお前。バカかお前は。まさか復活したか。名人佐野さん復活したかこれ。おいおいおい、この孤立した馬屋橋城をまんまといただこうっていう考えだろ。いやいや、でもこれ織田軍いるぞ。前田刑事とかいるぞ。おい、あの前田刑事がもうやりてよお前。前田刑事参上っつったらお前佐野さんなんか吹き飛ぶぞ。すげえなこれ。半端ねえ。小西行長の式160もある。なんだこれ。おい加藤清正がなんか全軍突撃みたいなパラメーターになってんだが、しかも防御高え。半端ないなこれ。我ら勝てそうなの防御ぐらいだ。かっこ自領内。うん、これ下総大将権いけるかと思ったらこの岩槻将権取らないとダメか。これは合体しないか。くそ、岩槻先に取れれば。いやでもあのタイミング取れなかったから。そして我らのこの勇気のおかげで実は北条領分断か。いやそんなことはない、つながっている。なんかややこしいな。これ勇気城だけ独立しちゃってんのか孤立か。さあどうなってくる。負けたぞ今佐野さん。今負けたぞ、はっきり負けたぞ今。そして松永久秀なんかとばちりのように南部の八方城を取っていく。再び我らと接するか。しかしあんな接し方じゃ我らに交戦かけてこないな。
これにて表情を終える。さあこれ、豊作、もう豊作が待ち遠しいわ。これは農業か。地味だな。もう地味なもんばっか増える。もう施策力農業もう1000超えてるぞ。初めてでこんなの。佐野さんまだ行くか。うまい橋万代行くか。いやしかし織田が撤兵したからもう軍は回せない。ここにいる6000余りだろうか。そんな感じの迎撃軍しか織田は出せないぞ。しかし今ここの沼田取ろうとしている。沼田を織田が取るとそのまんま馬橋取り返しに来るぞ。仮に取ったとしてもだ。佐野さんがなんか怪獣張りのギャンブルをなんか仕掛けてくるんだが、こいつ復活したな。寝とけ廃人佐野が復活したぞ。さあ見てもらおう。どうすんだい佐野さん、いけるんかい。さあ織田集結したぞ。佐野さん勝ったな。今勝ったっぽいぞ。何に、あ、織田対信玄、水を差してくれるじゃないか。私が喋ってるのに拒否だって言ってんだ。佐野さんさ、馬屋橋を取り囲む強行しているぞ。いやまた佐野信氏軍団の野望が見れるとはな。今回ついているぞ。さあ佐野さんどうなるんだい。馬屋橋取るか。今日これ取った。そしてここは一旦引く。いや八方まで行くべきでしょうが今。いやこれ違うぞ。中の人変わってるな。これ赤売ったな佐野さん。ちょっと違う。アカウント売っちゃったか。ん、佐野さん大丈夫か。織田が来るぞ。ん、あれは箕輪を取りながら馬屋橋まで行ってやろうっていう強引な展開だ。さすが織田、信玄しない。最近坊主をよこしてくるようになったな。なかなかリアルじゃないか。ただ本願寺はそんなあれだぞ。いくら坊さんだからってあんな一向宗束ねて戦争を起こしてた外交層になれるのか。外交層ってイメージは全然ないが。ん、向かっていく向かっていく。なんだこれは。おあ、やっぱ織田が取ったか馬屋橋。結局さあ言いそびれちゃったけども、1593年の9月だ。今月は誰かやってくるかな。北条はまだ立ち上がれない気がする。さあどうだろうか。この状態から織田が来るなんてことはなかなかなさそうだけども、そういうこと言ってるとフラグが立っちゃうんだぜ。よし来い。さあ誰か来るか。来んのかい、来んのかい、お、来んのかい。毛利じゃねえか。それは拒否でございます。さあ来んのかい、誰か来んのかい。さあなんか借り出されていく。うん、どうも我々は蚊帳の外、神前来んなって言ったから蚊帳の外って言って、言ってるそばから神前とは何だ。報告します。あいつ私をバカにしているな。先月の収支。さあ10月、まあ来ねえだろうな。今年も諦めだ。諦め。おお、佐野さんまた取ったぞ。佐野の野望再び。新しいアカウントの佐野さんもなかなかやりますね。でなぜか8型取り行かねえ。一気に取れってこれ。孤立無縁なんだから絶対取れるのに。もう我々すぐにでも取りたいけども、このルール、辛いところでございます。ただ宣戦布告ありにしてしまったらもうほぼ普通ですからね。ええ、それはもうほぼ普通の縛りなしと同じになってしまう。せいぜい外交がないぐらい。さあ我ら次は何年後かな戦うの。お国峰に集結だ。さあ国峰で武田と織田が勝つ。お、長宗壁が織田に宣戦布告。織田包囲網だなこれ完全に。はい拒否で南部も織田か。信玄、はあ、南部は信玄。ここも拒否。もう勝手にやってくれ。もう我らの外側で仲間外れにすんな。プレイヤーだぞ私は。プレイヤー大名をそっちのけにしてなんかワイ盛り上がりやがって。佐野さん中心にどうなってんだ今回は。でまた大雪とか言ってやがんのか。毎年毎年大雪降りやがってこの氷河姫。またなんでくるりに大雪降るんだ。房総半島あれだぞ、もうこれ黒潮が流れて暖流だぞ。暖流あったかいんだ。一門の吉安様にお子が生まれました。
そのお子なんかあれだな、里見家潰しそう。さあ1594年1月だ。刀剣に使いたいという浪人誰かな。山内和則さん。さあこれ分かりますか。分かる方なかなかのゲーマーでございます。グランツーリスモシリーズプロデューサーでございますよ。なんと光栄のゲームやりながらグランツーリスモのプロデューサー引っ張り出してきやがった。さあいらっしゃい。なんで小無双なんだろう。あれか、あれレイさんのヘルメットか。さあ山内さん、山内ってさっき言っちゃったかな、山内和則さんですね。おっと牙配備を持っている。さすが、あれは牙じゃなくて車ですけど。そして早掛け、車がかり、まあ車しかあってねえな。そんな感じでございます。さらっしゃい。織田と南部、もう織田が全部と戦うな我ら以外。うわ織田強い。沼田取ってどうなるんだこれ。しかしマー君がこれどこ行くんだ。織田と武田和を結ぶ、なるほど。美濃は行っちゃうかで、織田上杉宣戦布告。上杉もう終わるんではないか。はい拒否。さあ南部さんどうなるか。そら取りますよね馬屋橋。独立南部んで、なんだそのあの佐野さんの集結は。なんだん、佐野南部に宣戦布告したのか。うん、吉高様どうやら信玄にら山狙っている。ほう、5月にそんなこと言い出したか。いつでも来るがよい。お前は風呂には入れてやらん、出入り禁止だ。さあどうせ信玄5月なんかには来ないから、南部さんがなんと伊達政宗いるのに宣戦布告してきた。これ伊達政宗帰軍してから、帰城してから宣戦布告すればいいのに。やっぱり今回の佐野さんのアカウントの人ちょっと甘い。さあ集結して行きます。負けます。そして逆に取られる。バカだな、これ滅亡するんじゃないか。さあ佐野さん滅亡するかどうか私が見て死んぜよ。マー君、おマー君がまた織田領に入る。大暴れだ。おい伊達政宗そこで独立すんじゃねえか。お伊達政宗なぜか佐野さんにとどめ打たなかった。なぜだ。また足軽下げるか。これ相当下げた方がいい気がする。全部3000とかにしてやろうか。さすがにこれじゃ動員きついかな。ちょっと手加減しながら見ていきましょう。まあ下げましょうこれ兵力。承知。手出してきやすいように。なんだ里見ペンペンじゃねえかぐらいの。承知。南部さんも農繁期かかわらず兵糧あってもなくても攻めるようになってしまったか。さあマー君、やばいやばい、佐野さんやばい。さあ1594年8月佐野さん運命の時やってくる。さあどうなる佐野。マー君来て、ああ終わった、佐野は終わった。ああ食いちぎられ、佐野さんは南部によって滅ぼされました。アカウント完全消滅だ。そして文禄3年秋、南部の勢い止まらない。今年は織田武田北条南部がどこまでやってくるか。先月ただそれだけで夜も眠れぬ蒸気船、たった一杯で夜も眠れぬ。むちゃくちゃか、むちゃくちゃな黒船か。お前はむちゃくちゃな黒船かこの野郎。あ北条有機城を狙ってるとか言ってきやがったな。しかし伊達政宗まだ引かないぞ。これはこのまま北条を行くつもりだろう。さあ1594年9月南部が北条行くか、それとも織田が来るか武田が来るか。来るかい、来るかい、来んのかい。北条動かんのかい。親善はいいんじゃん、ケンちゃん親善はいいっちゅうて。親善はいいっつってん、この脱粉だぬき面白くないんじゃ。さあじゃあ見ていこう。さあ来んのかい、10月やってくんのかい。北条武田織田誰も来んのかい。また1年来んのかい。
さあ、1月は当家に仕えたい浪人渋沢広大先生だ。すごいぞ渋沢広大先生。さあ、渋沢広大先生の能力見てまいりましょう。すごいすごい。工場達人、守り神、騎馬配備、鉄砲配備もついちゃって、小根倒し、続いて先方、街道1、周華粉陣5式、そして10万埋伏。どうですか。もう最初の三国志とか、信長の野望とか、先生一人でプログラミングしてやったんでしょうね、これきっと。え、違うんですか。いや、絶対一人ですよね。社長なんですけど、クリエイターのままなんですよね。渋沢大先生は、朝起きてゲームをやって、会社に行ってゲームやって、帰ってきてゲームやるっていう生活を送ってるらしいんですね。その中で多分いい距離で多分陣頭指揮みたいな感じ、もうあんまりしゃしゃり出ても良くないじゃないですか。まあ実際どうだか知らないですけど、そういう風な記事を見ましたね私。はい、燃える。お、掛布さんなんですか。我が作大勢鉄砲出たか。ついに渋沢大先生が入ったおかげで精鋭鉄砲取れるぞ。さあ北条武田よ、震えろ。攻撃力大幅アップだ。文禄4年秋、今年は来るのか来ないのか。先月の終始、来ないなら早く言ってちょうだい。よーし、じゃあ9月だ。気合を入れて見て参ろうではないか。さあ来い。来んのかい、来んのかい、来んのかい。信長よって書いてある。お前いつもそうだな。武田の肩透かしよ、これが。4人言う。4人言うって聞いたことないけど。お、来るのかい。よし来た、北条よ。今度こそ貴様の生きるね。止めてみせよ。しかし私たちは兵が少ない。いけんのか。助力は武田。敵が佐野がもういない。向かっております。この喪失感。よし、では有機事を覚えたい時ためより大将で出陣する。ん、これでは守りが取れない。まずいな、遅いやつがいる。ん、これなら守り取れる。2日の差だ。さあ行軍開始。進め。北条が逆に領土が狭くなってしまったので終結が早い。さあ里見をしたか。これは府中に詰める。出陣だ。進め。もう一軍団行っちゃってもいいんだけどもな。もう一軍団武蔵入っていくぞ。吉弘に任そう。さあ吉弘隊出る。行軍開始。さあ相手の出方を見ながら集結3つ来ている。さあどうなっていくか。さあ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 、うんと、これは間に合うんだよな。間に合うってさっき言ったよな。間に合ってねえじゃねえか。これどうなってんだよ。ああ、どうなってんだこれ。間に合うってさっき言ったじゃねえか。ほら入られたぞこれ多分もう。待機する。よっち、守り取ったな。取った取った取った。うん、いや取ってないか。取ってない。先月の終始で。まずい、これはまずいな。うん、どうするかこれは。一回取らせるか。取らせるのも手だな。取らせて行くぞ。引く。そして日立方面流れる。うん、有機城はこれおそらく落ちる。ただな、流れるんだよな家臣が。さあ流れるか。ん、下ってはいないかこの感じ。よし、では日立進行を始める。集結し直している。ん、先手が取れない。ん、来る。調子こいてんな。行くぜ。府中か。よし、出陣する。府中を守り。さあこの後どういくか。あ、もう一個来た。織田城か。さあどうなるか。あ、あ、なんかすごいすごい数いってるな。さあこれはどっちだ。取れてんのか守りを。さあ宇治国の方が多くて陣がない。この戦了解いたした。お任せを。義佐術策だ。さあ開戦だ。獅子堂の戦い。さあまず宇都宮を八の瀬にする。精鋭鉄砲のお味いかがかな宇都宮君。近づいてくるか。それでも、うん、結構な数来てますね。ここは気をつけて、気をつけて。敵の居所奇襲をもらわないようにしなければいけない。さあ強撃が入る。勝手に強撃のところまでやってくる。よし、さあ2部隊3部隊見えてまいった。宇治国が来ている。ここは踏ん張るところ。よし、行くんだ。回想出せれば。よしよしよし。
我らに戦況を傾いていく。ここはじわじわやった方が良さそうでございます。ちょっと宇治国に回してみるか、人を。策がございます。よしげ、まだ負けておらぬ。さあ、北条宇治重が復帰、そして間宮が回想。危険挑発で、さあ吸い込まれる。佐竹がもう一回吸い込まれる。一度引くぞ。お、宇治国回想か。宇治国回想だ。これはスイッチポンで終わる展開か。これは我が策、ご覧ください。背景上がりきるか。上がりきった。完全に傾く。敵が強かったが、じわじわと勝つとした。足抜き、勝ち抜き。さあ大軍撃破。さあこのなだれ込んでくるのを全部防いでいかなきゃいけない。つうか義高ここで待ってりゃ2部隊ぐらい勝手にやってくるんですよね。この氏康うざいな。河野大入る。さあどうなるか。進め、はい、せよ。そしてやってくる助政隊か。必ず勝つぞ。助政じゃない、大道寺正重。数が多い。ああ、いるぞ。ジャム王寺さんがいるぞ。任せくだされ。さあいざ開戦。獅子戸の戦い、もう一回守る。しかし今度は陣がある。どの陣行きますかね。敵の居所。さあ見えた、タメだ。タメは奇襲入らねえか。やりたい。前。そして大玉坂影。守りが甘い。さあ奇襲入る。奇形挑発、奇襲が入り、太田さん逃げられないぞ。これは我が策、これに。後ろへ回る。覚悟せよ。敵の居所知れました。お、来やがったな。アンパンチ8ずつ減な。この野郎汚ねえ顔出してきやがって。そんな顔食えねえからな。アンパンマンになっている。ジャムおじさんみたいな顔なのに。さあどう出るんだい。タメが突っ込んでくる。しかしそのタメは止める。太田正影回想だ。強撃かかっている。だいぶ戦況が上がってきたぞ。さあこの時隊は後ろに回ろう。覚悟せよ。このジャムおじさんを強撃かけるんだ。我が策、あのジャムを許すな。この策で。さあ見て参ろう。あと一息。さあ回り込めるか。ちょっと回り込めない位置だ。左からの攻めてやってくるが、時すでに遅し感。やりたい。奇形挑発入っていく。ジャムおじさん、奇形挑発かかっている。さあジャムおじさん虜になっている。この策で勝てるはずだぜ。お前はジャムの虜だ。この策で。さあジャム回想で決まるだろう。ほら回想しまえよ。仕方ねえ。ほら蹴れ。越後まで引け。越後まで引くんだ、お前は。もうさあなんだ、タメが逆切れ突撃か。タメは一旦引くぞ。さあ回想していく。さあこれもスイッチポン終了ですね。スイッチポン。完全に傾く我らの勝利。勝つとし。見えていたことよ。さあこれで大軍撃破。あ、ここまでか。天井まではまだ行かない。ん、宇治康行き先を変えて。おっと、一人入る。福原さんだ。福原さんなかなかのボンクラ。はい、いらっしゃい。まあ、誰でもいいんだ。人よこせ、人。人ならいい。人なら武将になれる。なんだこの宇治康は。どこ行こうってんだ。まあ一応砦があるから守りは取れる。むちゃくちゃだあいつら。ん、石塚城守りが取れる。しかし北条この最後の攻勢とばかりにすごい攻勢だ。兵数を少なめにしていたので舐めてきた。なるほど。さあ今回そろそろお時間ですね。さあ次回この遊撃場を取られた状態から初めての試合敗北となるタオルが投入されるか、それとも取れるかどうか、こうご期待ですね。0-1負けあるかもしれない。でここも攻められてるし、せめて1-1引き分けには持ち込みたい。そんなところでございます。今回はありがとうございました。次回よろしくお願いいたします。